さて岩手県営体育館、今度は全日本軍団対国際説明軍団の対決であります。 8.31 国技館決戦が終了いたしまして、またまた軍団争いが勃発するような気配でありますが、この国際説明軍に強力な大臣大悪党キラー東亜蒲田が入りました。さあ東証ラッシャー木村と東亜蒲田はかつて海外でチームを作っておりまして、大暴れしておりました。これが東亜蒲田、おっとその後ろにザ・グレート歌舞伎が入ります。さあ何か起こりそうな気配、外人軍団を引き入れましてがっちりと脇を固める国際決明軍、今夜は久々に勝利の雄たけびを上げたいところでありますが、不気味の存在ザ・グレート歌舞伎セコンドに入りました。これがザ・グレート歌舞伎であります。その右にキラー東亜蒲田、そしてラッシャー木村、さらには国際決明軍の若手も入っています。さあ盛岡にあります岩手県営体育館、今度は鶴田と天竜エースコンビの入場であります。さあ凛々しい表情が見えてまいりました。 8.31 国技館決戦は残念ながら感染デビアスのガチョウを破壊することができませんでしたけれども、やはり明暗を分けたのはジャンボ鶴田の右肘大手術の後遺症でした。今夜は 80% 治っているというこのジャンボ鶴田であります。世界各選手権の敗北というのは、しかし師匠ジャイアント馬場は明日につながる敗戦とこういう風に語っておりました。さあ今夜から鶴竜コンビ新たなる出発であります。10月のゴールデンタイム出場においてはやはり全日本軍団の核になります鶴田天竜。さあ勝負に先立ちまして岩手県営体育館、日本テレビから両軍団に今花束が贈られました。不気味な存在はリングの下におります、ザ・グレート歌舞伎プラス国際決明軍です。勝負の方は45分の一本勝負。さあまず外人軍団キラー東亜蒲田、ザ・グレート歌舞伎と密談、力強いパートナーと共闘であります。燃えるラッシャー木村、気持ちを引き詰めて再出発天竜。 8.31 は終わりましたけれども、右肘はまだ全開しておりません。 80% 回復ジャンボ鶴田。さあ勝負でありますが大いに盛り上がります盛岡の岩手県営体育館、ほとんど超満員と言っていいでしょう。なかなかプロレス熱の盛んな、東北の盛岡でありますが、さあちょっと試合前からちょっと不気味な流れになるかと思いますが、キラー東亜蒲田がまだジャンボ鶴田を捉えた。そしてラッシャー木村の方はジャンボ鶴田を捉えております。天竜がキラー東亜蒲田に捕まりました。勝負が始まりました。まだザ・グレート歌舞伎はリングの中に現れておりません。さあしかし天竜の下側にいます。天竜の下にいます。さあ場外大荒れはジャンボ鶴田とラッシャー木村、リングの上ではキラー東亜蒲田、天竜を捉えておりますが、やはりすごい試合になりましたね竹内さん。はい、大荒れはまあ予想してたんですけれども、ザ・グレート歌舞伎が一つ一つ、国際説明軍団、それから特にキラー東亜蒲田に指示を与えてますね。そうですね、蒲田にですね、試合前からなんかアドバイスを与えてたんですけどね、はい、今やっぱりその柵の外から非常になんか指令を飛ばしてますね。そうですね、大きなジェスチャーでキラー東亜蒲田に今指令を送りました。ザ・グレート歌舞伎まだリングの中には入ってきておりませんけれども、さあどういうような試合の流れになるんでありましょうか。 8.31 国技館決戦が終わった後の各会場の試合では、完全にこのキラー東亜蒲田あるいはラッシャー木村あたりと共闘したと伝えられております。ザ・グレート歌舞伎であります。ちょっと不気味ですね。そうですね、これまでは外人と結託という噂はあったんですけどね、ここに至ってやっぱり今日は木村もパートナーにいるわけですからね、そうなってきますと歌舞伎と国際決明軍の結託ということも十分これから考えられるわけですね。そうですね、すでに各会場でザ・グレート歌舞伎、あ今後ろ姿カメラが捉えました。すでに天竜鶴田は狙撃されております。この勝負の中に割って入ってくるのか、一旦はドレッシングルームの方に引き上げました。さあ勝負です。ジャンボ鶴田天竜の再出発。まず試合が落ち着きましたので、竹内さん、はい、8.31 国技館決戦、そのダイジェストを今日お送りいたしましたけれども、やはりどうでしょうか、デビアス・ハンセン組に
完敗でしたね、結果的にはね。結果的には残念ながら完敗でしたね。ただですね、馬場選手が言うようにして、確かに明日のある敗北であったことは確かですね。うんうん、そうでしたね。それから、まあ、あの試合は勝負の世界の非常さというものをまざまざと見せつけてくれた試合かと思いますけれども、やはり狙われたのはジャンボ鶴田の右肘でしたね。当然やっぱりそこですね、反省は必要に狙ってきましたね。そうですね。ただあの中でですね、ジャンボがやっぱり痛いのをこらえてラリアットを打ちましたね。はい、あの辺りにやっぱりジャンボの一つを通していますかね、新しい投稿を見た思いがしますね。本当ですね。まずその右肘をかばうことなく思いっきり出してバックドロップ、あるいはジャンボラリアットを見舞いました。ジャンボ鶴田、まあ、まさにエースの真骨頂というものを出したと思いますけれども、これがジャンボ鶴田のエースの証明でもありました。さて今夜のこの岩手に乗り込んだジャンボ鶴田の右肘の具合なんですけれども、本人は 80% 大丈夫というふうに言ってますがね。ただですね、やっぱりこの間の 8.31 でですね、外人選手はみんな今度は右腕をマークしてきますからね、はい、そういう面で今が高い 85% でもですね、そのやっぱり試合の流れの中でどんどんこれやっぱり低下する可能性があるわけですよね。さあ注目のそのジャンボ鶴田に天竜からタッチが行われました。ジャンボ鶴田が右のチョップを出した時に、一つお寺間のファンの皆様、じっくりと洞察願いたいと思いますが、まだ右の手がまっすぐ伸びない、それから大きく曲がらないんですよね。それがですね、やっぱりどうしても大きな技を仕掛けるときにですね、大きなやっぱりウィークポイントになってくるわけですね、はい。まあ、バックドロップを打っても、それからジャンボラリアットを打ちましても 100% 満足いかなかったというふうにジャンボ鶴田は言っています。まあ、今夜もややハンディキャップを背負っての対戦でありますけれども、国際決命軍にキラー東亜蒲田が加わりました。それからザ・グレート歌舞伎の不穏な動きを見せています。そしてオーストラリアに遠征しておりました、郷龍馬、あるいはまたアポロ菅原あたりも完全に、復帰いたしましたからね。入ってきましたね、まさにもう軍団強化はだんだんなってくるわけですね。国際決命軍さらに厚みを加えています。さて久々の来日キラー東亜蒲田、どうでしょうか。流れによっては得意のジャンピングハイキックが見られるかもしれません。かつては PWF のベルトを締めた男、このキラー東亜蒲田、まあ峠は越したレスラーだと言われておりますが、竹内さん、怒らせると怖い選手ですよね。まあ、ともかくずる賢いことにかけても天才的なレスラーですからね、はい、そういう意味ではやっぱタグマッチになりますので、非常にやっぱりそのうるさい存在になってきますね。はい、再びジャンボ鶴田に注目してまいりましょう。 8.31 国技館決戦、竹内さん、はい、ジャンボ鶴田と天竜のいわゆるコンビネーションワークはどう見ましたか。コンビネーション的にはですね、8.31的にはやっぱり負けず劣らずいいものがありましたね。はい、まあ、大きな大勝負を終わりまして、おっと今度は国際決命軍、ラッシャー木村が出てまいりましたけれども、第1試合が終わってこの放送では一つジャンボ鶴田それから天竜の、まあ、総点検というふうに見ていきたいと思うんですけれども、竹内さん、コンビネーションは抜群と言いましたね。はい、特にあのダブルで打った円錐切りですか。はい、あの前後から打ち分けましたね、はいはい、あれが非常にやっぱ効果的になってましたね。それからあの技は大きな選手、反戦潰しには特にいいんじゃないでしょうか。まあ、大型の選手にですね、あの一瞬のやっぱりそのスタミナ覚えには持ってくる技だと思いますね。そうですね。まあ、そしてあの対決は 70% の回復だったジャンボ鶴田、特にパートナーの天竜が頑張らなくてはいかなかったんですけれども、天竜の働きはどうだったですか。やはりジャンボがですね、何が何でもやっぱり自分のやっぱりその復活した姿を犯人にしようとしてですね、はい、かなりその前に出てましたかね、そういう意味で天竜はちょっと抑えたファイトになってましたね。はい、さあ今夜の岩手県決戦、勝負の方はやはりジャンボ鶴田の右肘がターゲットにしているようです。キラー東亜蒲田が力こぶを入れまして、トップロープのワイヤーロープにこれを巻きつけました。右肘まだ黒いサポーターをしておりますが、国技館決戦の時にはあれがもう地肌が見えてしまいましたもんね。本当に痛々しい表情でした鶴田。さあ今夜まだ黒いサポーターはっきりと確認できます。キラー東亜蒲田右肘を狙ってまいりました。そしてこれにさらにまたラッシャー木村が力を加えて締め上げます。 80% まで戻りましたジャンボ鶴田の右肘。しかしこのシリーズ、竹内さん、まだまだ大引きそうですね。当然もう相手はもう完全にこのやっぱり右肘を狙ってますからね。そうですね。鶴田はこのシリーズまだまだ2つのタイトルマッチがあります。大変に忙しいタイトルマッチ、責任も多い。さあ天竜が今フォローに出ていきます。天竜が後ろ側から回りましたけれども、さあラッシャー木村が力ずくで外人軍団、国際決命軍団のブルーの三角状に連れてまいりました。そして力のありますキラー東亜蒲田に渡します。ジャンボ鶴田の試合のスケジュールですけれども、鶴田天竜と並んでインタータッグの防衛戦が松本大会、それから鶴田は最終の後楽園大会でインターヘビー級ハーリーレースの挑戦を受けます。
インタータッグの場合はキラーカン八つ組の挑戦ですね。これもやっぱりうざい存在ですからね、はい、当然やっぱりこの右肘をまたまた狙ってくるでしょうね、そうですね。そして身近なところでは今エプロンによります天竜がいよいよタイガージェットシンとユナイテッドナショナルヘビー級の選手権試合、これは流山大会であります。さあ力の攻撃に出てまいりました。キラー東和蒲田サバ折り体制、サバ折り体制、何しろ力があります。力を衰えてませんね竹内さん。こういう密着技になりますとね、非常にパワーありますね。ベアハグからどういう風に持っていきますか。あ、やはりラッシャー木村のコーナーに連れてきてスプラトーンの攻撃に出そうだ。いいタイミングでドンラッシャー木村に渡しました。さあ息ヨーヨーとエプロンに引き上げます。キラー東和蒲田、やはり力のある選手は怖い。さあロープに飛ばしてクロスチョップだ。ドン木村のクロスチョップ、さあ破壊力があるのかどうか。軽く跳ねのける鶴田、鶴田から天竜、やっと流れを作った。さあスープラトン鶴竜得意のダブルのエルボー、当たりました。素晴らしいコンビネーションを誇ります時代の担い手鶴竜。さあ張り手スモーチョップ、天竜躍動、ドロップキック、ドロップキック久々に天竜が飛んだ。アスイムナイトを打ち破ります。そしてブレンバスター、ブレンバスター、ブレンバスター、勢いを通しました。さあ天竜だ、天竜に勢いが出てまいりました。こうなった時の、こうなった時の天竜は強いぞ。いずれの試合にもいわゆる勝負のポイントというものをはっきりと見出せるようになりましたね竹内さん。やっぱり天竜のですね、状況分析といいますかね、はい、試合の流れのつかみ方はうまいですね。やはりこの13年にわたります格闘歴といいましょうか、もう自然と身についたものですね。さあドン・ラッシャー木村、さあブルドッキングヘッドロック、これは効いているのか効いてないのか。顔面を打ち砕いてはおりますけれども、それほど効いたとは思えません。ラッシャー木村のブルドッキングヘッドロック、スッと立ち上がる。この程度では鶴竜潰しは無理だ。さあキラー東和蒲田に託します。キラー東和蒲田のパワーを借りなければ国際決明軍勝利の道はないのか。このところ負け続きの国際決明軍であります。さあおっとジャンピングハイキック、これが得意技、かつてはジャイアント馬場を倒した技。さあドラッグキック、ドラッグキックを打ってきますが、ちょっと足の先で蹴り上げましたね。やっぱりキックは片足キックになってますね。そうなんですね、片足キックで相手の顎を砕きます。これがキラー東和蒲田、今度はニードラップ、裸足のキラー東和蒲田、ジャンプ力があります。キラー東和蒲田の殺人フルコースが出てまいりました。天竜やや動きが止まってしまいました。どうも青い陣内での戦いが多くなっております。いよいよ秋の陣にかけまして、またまた勃発いたしました三軍団構想、国際決明軍に強力キラー東和蒲田入った。ラッシャー木村のラリアット、さあこれはカバーできそうだ。ラッシャー木村のラリアットであります。当たり具合どうですか。いいですね、このちょうどですね、腕の先でその首を引っ掛けるような形にしています、ね、はい、カウンターになっています。そして木村からキラー東和蒲田にすでにタッチが行われていまして、権利のあるのはキラー東和蒲田。さあ飛び込んだフライングソーセージだ、そのまま抑え込んだがどうなるか。フライングソーセージは失敗、鶴田やっと間に合いました。天竜の顔がやや青みを帯びてまいりました。かなり効いてますね。蒲田のパワーがなんかものすごい蘇ってきましたね。そうですね、あのジャイアントババを潰して PWF のヘビー級のベルトを取った時のような勢いがあります。さあ両サイドからの鉄槌を加えます。ヘッドバットを打ちました。さあここでラッシャー木村勢いが出てきた。いいパートナーを得てラッシャー木村らしいファイトだ。さあ逆襟の体勢、天竜どこまで踏ん張るか。このブリッジは素晴らしいぞ。さあこのブリッジ、さあ鶴田のラリアット、ジャンボラリアット爆発。腕の具合は 80%、 今の当たり具合竹内さんどうですか。ちょっとですね、手がやっぱりもう一歩伸びきってないんですよね。国技館決戦のラリアットと比べてちょっと曲がりがやっぱりもう一歩足んなかったと思います。もう一つ足りない、まだ 100% の出来ではない、残念です。ジャンボ鶴田のジャンボラリアット、猛爆いたしましたがフィニッシュには至りません。再びキラー東和蒲田、今度は天竜だ。天竜ちょっと足元がちょっとバランスが悪い、また押された。さあ跳ね返す、天竜跳ね返した、大きく持ち上げた、投げた。キラー東和蒲田を投げました。すごい、140キロを投げた鶴田だ、いや天竜だ。あれだけ打たれながら投げるんですから、素晴らしい底力、馬力です。そして鶴田に渡す、鶴田がなんだ、もう一回でジャンピングニューパット、ジャンピングニューパット炸裂。さあ2人を倒したキラー東和蒲田に何を持っていくか。さあフィニッシュ作戦は何か。
鶴田がまた躍動、立ち上がりました。キラーと赤俣を立たせて、さあまずはキック、キックを打って再びボディースラム、相手を叩きつける。鶴田も天竜も力があります。キラーと赤俣の140キロを潰します。さあ動きが速くなった、鶴田の動きが速くなった。何を持っていくか、思い切ってストンピング攻撃、いい流れを作ってますね。竹内さん、いい流れになってますね。ここで大技一発欲しいところですね。やっと勝機を見出しました。鶴竜コンビの、ま、新しい門出であります。道の森岡の岩手県営体育館、いい勝利をつかみたいところ。ジャンボ鶴田天竜、秋には大一番が待っている。ゴールデンタイムになりましても、全日本プロレスのもちろん枠、日本のプロレス界を引っ張っていく鶴竜。さあまずは川津落とし、天竜にどうやらフィニッシュを預けるか。余裕が出てまいりました鶴竜コンビ。あーしかしキラーと若松ももう全盛時代に戻ったようなパワーですね。若松もしぶといですね今日は。しぶといですね。さあ天竜、さあおっとどうだ、ここはネックブリーカードロップ、顔面砕きではありません、ネックブリーカードロップで相手の肩をつきました。天竜冷静沈着なプレーであります。一つ一つ考えた技を打ってますね。ここだとエンジーを一発決めてみたいところですね、はい、どこで打ちますか。そして相手は大きいからダブルエンジーも効くかと思いますけれども、あのスタンハンセンを徹底的に痛めつけたダブルエンジーはどうでしょうか。さあ天竜が動き回っています。キラー東亜鎌田の動きがやや鈍りました。まだチャンスが続いてますね。さあラッシャー木村が呼び込みます。しかしキラーと赤俣、ラッシャー木村の思惑通りちょっと動けなくなりましたが、今取ったエンゼイ、ここでエンゼイがヒット。さあ鶴田につなぐぞ、エンゼイがヒットしています。完全にキラーと赤俣の動きを止めた鶴竜コンビの夜明けだ。さあどうだ、なんでいくか、なんでいくか、ジャンピングにワールドセンターに2分。さあ大いに盛り上がります。岩手県営体育館、勝負が勝負が出てまいりました。さあどうだ、おお、さあ世界を取ったバックドロップ、これが効いたぞ。140キロ投げて完璧に抑え込みました。完璧に抑え込みました。天竜のフォローも 100% 完璧でした。やりましたジャンボ鶴田、あのスターハンセンを投げた時にはまだ自分でも 100% の敵ではないと言っていましたけれども、この岩手県営体育館は再出発鶴田天竜、今のバックドロップの出来は何点ですか。ラリアットはちょっと不十分だったんですけど、はい、最後のバックドロップはパーフェクトでしたね。パーフェクト、素晴らしい 100% の敵、これでジャンボ鶴田完全回復と見ていいでしょう。